その少女の存在は密かに隠されていた。だがその少女を知る者は彼女を武器だと言った。心を持たないただの道具だと。ヴァイオレット・エヴァーガーデン、君はまだ役に立つ。働ける。ここでな。郵便物を開けるのは難しいか。自動式人形サービスのご利用、誠にありがとうございました。ヴァイオレットちゃん、もう戦争は終わったんだ。私は少佐の道具です。ですが不要になったのなら処分されるべきです。捨ててください。ヴァイオレット、君は生きて自由になりなさい。ギルベルト少佐は生きていらっしゃるのですか？これから君はたくさんのことを学ぶよ。だけど学ばない方が、知らない方が楽に生きられるかもしれない。